はい、和之助です。今回はこの BenQ のスクリーンバーのご紹介といきたいところなんですが、すでに販売を開始してからだいぶ時が経っていて、すでに多くの YouTuber の方たちから絶賛のレビュー動画が上がっています。ただ以前私の動画で2つのスクリーンバーをご紹介したんですが、このうち1つが非常に良かったんですね。そして良かったのがこのクンティスのスクリーンバーです。色温度や明るさ調整はもちろん、自動調光機能もあって、基本性能が非常に高いレベルで実現されています。デザインも非常に気に入っていて、これで大満足しています。以前の動画については説明欄にリンクを貼り付けておきましたので、興味のある方はご覧ください。本題に戻りますが、そこで本家 BenQ のスクリーンバーがどんなものなのか非常に気になっていました。ということで今回の動画は BenQ とクンティスのスクリーンバーどちらが良いのか、またはどのような違いがあるのか比較してみたいと思います。またこの2機種を比較する理由としては、現状自動調光機能があるのがこの2つのメーカーにしかない機能だからです。いや、他にもあるよということであればコメント欄で教えていただければと思います。デザインについては BenQ が非常によくできていて、後ろが重しになっていてバランスが取れているようになっていて、無駄のないデザインだと思いました。2つ並べてみると形が非常に似ています。ボタン配置とセンサー位置に至っては全く同じです。クンティスのデザインはそれにオマージュを受けたデザインとなっているように思えます。それでは実際に使用していきたいと思います。こちらは BenQ のモニターライトです。角度調整は片手でも簡単にできる程よい硬さとなっています。それでは自動調光ボタンをタップします。ちょっと分かりにくいんですが、明るさと色温度を自動調整してくれます。これは好みになりますが、個人的には色温度は固定で明るさだけを自動調整できるようにしてほしかったなと思っています。ではこのまま色温度を変えたいと思います。今電球色となっているので中光色に変えたいと思います。今長押しをしましたが、タップすることで14段階で微調整することもできます。14回タップするのは大変なので、ここでは割愛させていただきます。続いて明るさ調整をしてみます。明るさを最大にしてみます。ちょっと分かりにくいので色温度を変えて試してみたいと思います。こちらもタップすることで14段階調整することができます。これが一番明るい状態です。そしてこれが一番暗い状態となります。動画だとちょっと分かりにくいんですが、実際はもう少し暗くなります。 BenQ のスクリーンバーのレビューは以上です。続いてクンティスのスクリーンバーをレビューしていきたいと思います。こちらも角度調整はできますが、固定力が強く少し力がいります。頻繁に角度調整する方は少し面倒な作業になると思います。それでは自動調光ボタンをタップしてみます。室内が明るいというのもありますが、クンティスのスクリーンバーはだいぶ明るさが抑えられています。あとこちらの自動調光機能は色温度はそのままで明るさのみの調整となります。ここが BenQ との大きな違いとなります。どちらか迷った場合、この違いで選んでも良いと思います。続いて色温度を変えたいと思いますが、部屋が明るすぎるせいかスクリーンバーがほとんど光らなくて、違いがわからないので一度スクリーンバーを明るくします。明るくなったので色温度を変えたいと思います。もう一度長押しで中光色になります。色温度はタップすることで4段階の調整ができます。明るさも同様に4段階の調整をすることができます。長押しで明るさ調整もできます。ではもう一度自動調光を試します。体感としてはクンティスのスクリーンバーの方が自動調光機能の明暗の幅が広くなっていると思います。以上でクンティスのスクリーンバーのレビューを終わりにします。それでは仕様をまとめたので詳細を比較していきたいと思います。優秀だなと思うところに色をつけてみました。
両方を比較すると、まず最初に価格の違いがありますね。 BenQ のスクリーンバーは1万超えに対して、 Quintis の方は動画作成時点で 10% 引きとなっていて約5000円なので、半値くらいの値段となっております。続いて長さですが、メーカーは特にモニターの適合サイズなどは記載していないので、基本的にはどんなモニターでも合うということだと思いますが、湾曲モニターの場合物理的に干渉して使えない可能性があるので注意してください。あと長い方が単純に照らせる範囲は広くなると思いますが、ただ体感だと両者に差はないように感じられます。となるとサイズの小さい方がいいかもしれません。クンティスの場合公表していないので分かりませんが、 BenQ の場合は公式で照らせる範囲が公表されていました。これを見ると作業する分には問題ないのかなと思います。そしてクンティスの場合40センチサイズの L205 という機種も出ているので、モニターのサイズに合わせて選択するのが正解だと思います。続いて自動調光機能ですが、先ほどのレビューの通り BenQ のスクリーンバーは明るさと色温度が自動調整されます。 Quintis のスクリーンバーは明るさのみ自動調整されます。どちらが良いのかは好みだと思いますが、中白色固定がいいとか電球色がいいとかあると思うので、個人的には明るさ調整だけできる Quintis の方が好みです。続いて明るさと色温度の手動調整について、 BenQ の方が細かく調整できますが、正直言って14回もタップしないので Quintis の4段階でちょうどいいとは思います。色温度については300ケルビンくらいしか差がないので、個人的にはほぼ変わらないものと思います。高度についても体感ではほぼ変わりませんでした。いろいろ喋っておいてなんですが、最大の点は価格とサイズと自動調光機能の違いだと思います。コスパ最強はクンティスだと思いますが、ただ BenQ の場合リモコンがついたスクリーンバープラスだったり、最近出たリモコンがワイヤレスのスクリーンバーハローも出ているので、こちらも選択肢に入ってくると思います。譲れない機能で選ぶなら BenQ も選択肢に入ってくると思います。現状最強のスクリーンバーはこの2社だけだと思います。スクリーンバーを使うことで作業性が格段に上がるので、検討している方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。長々と説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。